と進みゆく。されど残され少年の意みじんも揺らぐことなく、己が忍道を示すため、共にその手を伸ばすため、死に並び成長の旅へと立つ。 そして行く年、柔らかな日差しが照らす中、一陣の優しき風が木の葉の地へ舞い戻る。今まさに祭道の時来たる。 綱手のばあちゃんの顔色が増えてやんの。<笑>はしゃぎよって。よっしゃ、まずは一楽ラーメン直行だってばよ。お前というやつは、いいか、里に帰ってきたらまずは綱手のところに。 え、やっぱり、ナルトじゃないの。さくらじゃん。それに綱手の。久しぶりだな、ナルト。ふっはー、二人とも久しぶりだってばよ。ってわけで、江戸仙人との修行がようやく終わってさ。 へえ、あんたも大変だったみたいね。あれ、よく見ればあんた、ああ、そうかな。なんか見ない間に随分。どうしたの、さくらちゃん、急に黙っちゃってさ。あのさ、マリト、今からだけど少し時間ある？時間？それはあるけど。あ、もしかしてデート？ 違うってな。ちょっと付き合ってもらいたいことが。なんだ、デートじゃねえのか。さくらちゃんのお願いを断ることはできねえな。<笑>何でも付き合ってさ。じゃあちょっと私、おう。さて、この程度になったか。まずは軽く見せてもらうとする。
ちょっとさくらちゃん、なんでこんなとこに移動すんだよ。なんでって、さっきの場所だと里の人に迷惑かけちゃった。だから里の中で手合わせなんかしたら大騒ぎになるでしょ。手合わせ、何言ってんだよ。そんなことやりたくねえし、やんとか言ってますけど、なでしょ。残念だが、お前に拒否権はない。なんで？答えは簡単だ。お前がどれほど力をつけたのか、すでに今回のために多くの忍びに協力を要請している。残念だが、協力を要請って。ここまで用意されてはもはや後には引けんの。そういうこと。さあ始め。仕方ねえ。よし、やるからには全力でやってやる。俺の力を見て驚くんじゃねえぞ。どうやら腹は決まったようだな。それじゃあ私は先に行って用意しておくわ。あんたの力しっかり確かめさせてもらうからね。さて、思いっきりやってこ。よし。さくらちゃん、任務開始。久しぶりの実践だ。分かりやすく教えてくれってばよ。お前でも分かるように少しずつ説明してやるから安心しろ。なるほど、ジャンプは×ボタンだな。バツボタンの押し方が違うだけなんだな。自分と仲間は見失わないようにしないとな。丸ボタンでたくさん敵をなぎ倒してやるぜ。影分身の術、影分身の術、ドラゴン、エアトレ、ドラゴン、ドラゴン、ダテンガン、アトレ。かっこよく奥義を決めてやるぜ。R ボタンか。防御も大事だよな。こいつらは綱手が用意した忍びたちだ。今こそ修行の成果を見せる時。行け、ナルト。
よし、成長した俺の姿をよーく見とけよ。閉まってて通れねえ。その先へ進みたければよ。おお、そういう仕掛けか。よし、やってやる。見せてもらうぞ。わしが手ほどきしてやったんだ。これくらいは当然だろう。やるしかねえ。修行の成果見せてもらうぞ。どうやら次の目的地が表示されたよ。な、次の相手もそうか。まだまだ、俺の全力はこんなもんじゃねえってばよ。これも覚えておいた方が良さそうだな。こうなったらやるしかねえ。お前に恨みはないが、五代目様の命令でも。恨むってばよ。修行の成果見せてもらうぞ。わしが手ほどきしてやったんだ。これくらいは当然だろう。恨むってばよ。よし、俺の実力見せてやるってばよ。ちゃんとここまでたどり着けるなんてやるじゃない。楽勝楽勝。
セリフ、この後にも言ってられるかしらね。強くなってるのはあんただけだと思わないでよね。私もナデシオの下でみっちり修行したんだから。それはこっちも同じだってばよ。師匠仕込みの強烈な一撃受けてみなさい。そう簡単にはいかねえぜ、さくらちゃん。結構やるじゃないの、ナルト。まだまだ、俺の力はこんなもんじゃねえぜ。本気を出さないと勝てないわよ。悪いな、さくらちゃん。俺の勝ちだってば。任務達成。